はい、どうも皆さんこんにちは、ロちゃんです。今回は先週に引き続きのせ YG 国産オクワガタですねの禁止瓶の交換をやっていこうと思います。で、今回はタタノヒラタケで終始ブリードしているグループの禁止瓶の交換になります。で、画面の中ではもう1匹目を交換し始めてます。で、この個体は1本目が終わった段階で 20g だった個体です。もうお尻が見えてますが、もうお尻が見えてる段階でそんなに大きくはないかなと思っちゃいますよね。で、ちっちゃい幼虫ってね、やっぱ食べてる量が少ないんで、結構ね菌糸がいっぱい残ってて掘り出すのがねだいぶ大変です。ちょっと時間食ってます。2本目から3本目って 5g くらい増えてたらね、いいかなって思ってて、 20g だったんでね、まあ、25g ぐらいかなと思って掘ってはいるんですけどね。あ、出てきましたね。どうでしょう。はい、24g ってことでね、ちょっとパッとしないですかね。次行きましょう。次で、今回ね、交換する幼虫は5匹います。で、タタノヒラタケはね、1本目立ち上がりが非常に優秀で、一番重たい幼虫が 29g っていうのが出たんでね、僕もちょっと期待して今2本目開けてます。これが1本目終わった段階で 26g だったかなの幼虫ですね。出てきましたね。やっぱりね、 G ポットの時もそうなんですけど、触根が外側にあんまり見えてこない、独特なんですかね。オークワばっかやってる人はこれが普通なんだと思うんですけどね、僕はあんまり国産のオークワガタってやったことがないんで、ちょっとね、これが普通なのかなってちょっと疑問に思いながらねやってましたけど、出てきましたね。どうでしょう、大きさはね、まあぼちぼちかなって思いますよね。あんまりね、手を出してもね噛まれそうだし、逆にスプーンでつっつくとね、ひっかいちゃいそうで怖いですよね。はい、出てきました。まあ見た感じね、あ、結構ぼちぼちいいかなって感じでしたけどね。はい、30g ですね。30g オーバーはこれで2投目ですかね。ギリギリ80が狙えるかなラインだと思います。はい、じゃあ次に行きましょう。次ですね、次は 22g だった幼虫ですね。まあ 5g ぐらいなんで、まあ、27g ぐらいになってるかなって思ってました。幼虫自体はね、結構上の方にいたんです。掘ってくとね、すぐに出てくるんですけどね。だんだんね、掘るのが雑になってきたような気がするんですよね。ちょっと気をつけます。もうね、この辺で多分見つけちゃうんですよね。今ね、ちょっとね確認してるんですよ。あら、成虫になってる。
そう、この子はね早休暇でもう成虫になっちゃってたんですよね。ただね成虫になりたてだったんでね、あと1週間2週間早く交換してたらね、さなぎだったねっていうまあタイミング的には悪くなかったかなと思いますよね。形はね結構スラッとしててね結構かっこいいんですけどね、まあ、なんせ 22g から羽化したんで大きさはねちっちゃいです。まあそんな感じで3匹目早休暇でした。次行きましょう。はい、次ですね。これも確か幼虫はそんなに大きくなかったと思うんですよね。今までね、4グラム以上大きくなってるっていう幼虫がいないんですよね。ちょっと置いてた環境が菌糸に合わなかったのか、そもそも1本目の菌糸瓶をちょっと長引かせすぎちゃった感があるのかもしれないですね。逆に G ポットは前回やったですね、あれはちょうど交換のタイミングがうまくいったのかなって思います。3ヶ月じゃなくて2ヶ月半くらいで交換してもよかったかもしれません。ということで頭が見えてきました。どうでしょう。なんかねこの時点でもうねそんなに大きくない気がするんですよね。あの 36g ってやつが出てきた時ほどのインパクトがないんですよね。まあ、この幼虫ねすごい縮こまっちゃってたんでね余計大きく見えなかったんですけど、もうねこうやって縮こまっちゃうとねどうしようかなと思いますよね。どうやって崩していこうか、ちょっとお尻の方をね崩していく作戦でねちょっと今崩してますけどね。ね、ちょっとコンコンって叩いて、あ、出てきましたね。さあどうでしょう。やっぱねこの時点でねあんまり大きくないのがもうわかるんですよね。ということでね 28g このぐらいだとね80は届くか届かないか、届かないかなって感じですよね。幼虫期間が長い 28g だったら届くかもしれないですけど、こっからまだ伸びるのかなってことで次でラストになります。でこの幼虫は前回の交換の時一番大きかった幼虫ですね。 29g あった幼虫、どうでしょう。 5g、 いやだけどね 36g オーバーをちょっとね狙いたかったんですよね。このタタノヒラタケで結構ね実績がいっぱい出てる菌糸なんでちょっとね期待してたんですけど、どうでしょう。こっから見てね、あ、ちょっと大きいかなと思ったんですよね。確かに大きいは大きいんですよね。食べ方がね、やっぱね、36g だった幼虫とね、ちょっと似てるんですよね。ちょっと奥まったところにね、じっとしててゴロンと出てきてね、あ、これちょっと大きいかなって思いました。ちょっとねワンチャン G ポットの 36g 超えたかなって思ったんですけどね、まあ現実はそんなに甘くないということでね、
マックスは 33g で、早急化が1匹で一番軽いのが 24g っていうね結果になりました。 30g オーバーが今のところ3匹、 80を狙えるのはこのラインかなって思います。今回はねこんな感じで5匹分交換終わっていったんで、今回はこれで締めようかと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。高評価とねチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回もよろしくお願いします。またねー。いや真っ赤っかですよね、真っ赤っか。